入ってない。あ、食べた。はい、竹地。はい。え、できるか。ただいまに到着しました。お腹入ります。頑張って食べる。はい、今からダザイフの梅ヶ枝餅食べに行きます。行きます。ダザイフ館、ダザイフ天満宮の最寄り駅。これ梅の幕、お参りして勉学の神様なの一応ここは。お茶飲みつつ梅ヶ枝餅食べて行ってきます。ちなみにこのなんか梅のみひじきっていうのはね、美味しいご飯のお供。そうなの。そう、かわいい。すみっこ暮らしの専門店でしょ。あ、すごい、ダサい店店。ピプリ好き。私も、何が一番好き。あー、間違いない。コチョウは好きね。これお土産プレゼント、お土産プレゼント。かわいい。中タオル入ってるんですね。太宰府天満宮に馴染む、なんとなく罠デザインです。なんだろう、これ組木っていうのかな。初だよね、ゆいこちゃんは。初。初、イエーイ。まあでも、もう美味しい。私はすごい好き。ゆいかは何回目ですか。え、わかんない。多分100回はないけど。え、何十回は何十回ある。だってね、近くに売ってあったら、食べる。すぐ買って食べる。ぐらい。はい。楽しい。焼きたてです。あ、すいません。念願の梅ヶ枝餅。メガエモチ、メガエモチ、草の屋。美味しい。感想、私は味知ってるから。感想を知りたい。なんか食レポ初だよ。そのままで、ありのままで大丈夫。安いでしょ。甘い。美味しい。いただきました。メガエモチ食べて。下口の中が甘くなったので、コーヒーかお茶欲しくなってちょっと買って飲んできました。今から中を参拝します。なんか気候もちょうどいい、気持ちいいですね。でも参拝の手順みたいなのあんまり覚えてない。私もよくわからないけど、まず手を清めて飲んで、なんか右手、え、右手左手とかあったっけ。あ、なんかあったよね。うん、あ、でも完全に覚えてない。ニュアンスでやろう。ここで手を清めて、口とかも清めてから参拝します。あみくじ引きます。突然の自己紹介。え、ドキドキする。嬉しい。悪かったら結んで帰るんだ。そうだね。キッチ。どう順番。
大吉。大吉。大吉。それよくわかんない。大吉と吉はさ、どっちがあれかわかんないけど、でも、あのよくわかりません、ね。吉でした。末吉。あ、でも同じぐらいってことだね。同じぐらい。はい。はい。結びます。大吉でも結ぶっけ？大吉以外だったら結ぶよね。いい感じ？頑張るよ。言ってます。意外とね、階段だ。そうそうそう。急でございました。そうなんです。でも眩しいです。アイスのためにお腹空かせかつ散歩。どんどんバスカフェでーす。来ました。はーい、多分2階で食べれる感じ。あそこで食べれる。何頼もうかな。何頼もう。
日の入りがちょうど見えるかな。初？東京とかない？そういう系。ないね。本当？じゃあ70分コースに行きます。懐かしい。結局さっきのところに戻ってきました。イエーイ、めっちゃいい香り。入りましょう。うわーすごい。幸せだね。暑い？主食中なんか音するって思った。今これは蜜を作ってるんですか？そうですね、作ってる作業をしてますね。すごい。スカッシュとハチミツもゲット。ハチミツも買ったよ。試食いっぱいしました。